OHP シートを縦 2.5cm、横 10cm に切ります。端から 7mm のところに線を引き、のり塩部分を作ります。 OHP シートを筒状に丸め、のり塩部分を重ねてセロハンテープへ留めます。縦 5cm、横 1cm に切ったシールを4枚準備します。シールを山折りにして真ん中に折り目をつけます。 OHP シートの片方の端をシールの折り目に合わせるように2枚のシールを縁に巻きます。 OHP シートからはみ出しているシールの部分に 1cm 間隔で切り込みを入れます。切り込みを入れた部分を外側に広げていきます。ディスプレイケースの片方をシールを広げた部分にかぶせてシールで留めます。もう片方も同じようにシールを貼り、切り込みを入れて広げます。中に重りを入れて、もう片方のディスプレイケースをかぶせシールで留めます。シールを縦 2.5cm、横 10cm に切ります。 OHP シートの筒の部分をくるむようにシールを貼ります。板の上に滑り止めマットを引き、その上に作成したピコピコカプセルを置きます。板を傾けてピコピコカプセルを転がして遊びます。